こんにちは、萌です。今回はアクリル絵の具でジュエリーを描いていきたいと思います。ちょっとつるっとしたメタリックなね感じと、真ん中にダイヤモンドみたいなキラキラしたやつをですね入れていきたいと思います。で、今までですねメタリック系の、つるっとツヤっとした感じの絵をね描いて動画に何回かしたんですが、今回久しぶりに描いたので、そのねコツとかについてお話ししたいと思います。で、今回のやつはちょっと今まで描いてきたバルーンっぽいやつ、メタリックな風船みたいなやつよりもですね単純というか、ちょっとあんまりこうごちゃごちゃしていないので、線とかねそういうまっすぐな線とかが多いので、なんかブロックに分けて色分けしていけば結構綺麗に、メタリック感というかこのツヤっとした感じがね出るものだと思うので、ちょっとねいつもより簡単かなと思います。ただ中の、ダイヤモンドがね結構大変なので、その辺お話ししていきます。はい。で、メタリックなものを描くときって、金色とか銀色とかそういうのを描くときは金とか銀の絵の具を使うのかなと思うじゃないですか。なんですが一切使いません。もちろん使ってもいいんですけど、使うとしたらここだったらちょっと暗めの一番最初に描いた右の方のねところとかに使うぐらいかな。それか全体的に少しラメが入るようにうっすら全体を最後ちょっと覆うように塗るみたいな感じですかね。なんですが、もう基本的にはこのメタリック感を出すにはですねラメとかそういうパールとか、パールがかった絵の具とかはですね使いません。で、光と、影、あとはこの、白いところ黒いところの線とかでパキッとしたメタリック感を出していきます。で、これはですね今回描いてるのが金色なんですけど、金色だけじゃなくって限らずですね、シルバーでも銅っぽい色でも青っぽいやつでも全部一緒です。パールっぽいやつは使わずに普通のアクリル絵の具で描いていきます。でですね、今回使っているアクリル絵の具はゴールデンとリキテックスU35、 この辺をね使っています。あとアムステルダムもね白いやつは使ってます。はい。で、今周りの星っぽい部分、ここをちょっと土台塗り終わったので乾いてる間にですね中のところとか塗りました。で、ちょっと線をねもうすでに足しちゃったんですけど、このメタリックなやつって黒いパキッとした線と白い線がねかなり重要になってきます。これで決まる感じですね。で、あとは、影の部分、微妙なこう色の違いとかでリアル感を出すんですけど、これは結構ブロックに分かれてる感じですね。白と薄い黄色とちょっと黄土色っぽい感じの色で、そこで分かれて、で、その上にですねさらに白とかでハイライト入れたりはするんですけど、だいたいこのブロックに分けて描いて、線を足していくっていう感じですね。で、私隣でですねこの左側の方で iPad で写真を見ながら描いてるんですけど、描くときは描きたいものを真横に置いて描くのが一番いいと思います。一番ね似せて描ける技だと思うんですけど、さらにこの iPad だと、横に置くって言っても限界があるので、プリントアウトして印刷したものをですね真横に置いてその通り書いていくっていう方が一番確実です。で、真横にもう今書いている部分をもうそのままそっくり真横にその大きさのまま置いて描く、もう横を見ながらですね描くとそっくりそのまま描けると思います。それも練習が必要なんですが、そのそっくりそのまま描くっていうことをしたいときはですねプリントしたやつを真横に置いて練習するといいです。
で、これが別にメタリックなものじゃなくっても他のものでもね、普通のもの、素材のものでも一緒です。で、真横に置くって言ったんですけど、普通にプリントしたもの、例えば A4 サイズのものをプリントして書いているとですね、そのままプリントしたやつをそのまま置くんじゃなくて、自分の書いているところを横に置きたいので、書いてる部分のところまで折って、真横に置いてとかねします。なのでそのまま置くんじゃなくて折ってとか、切ってしまうと最終的に全体像が見れなくなっちゃうので、折り目をつけてね、折って真横に置いて書くっていう風にするといいと思います。はい、で今ですね、使っている筆はちなみにインターロンという形状記憶の細いラウンド筆です。でこれぐらい細かいやつを書くときはさすがにね、ラウンド筆を使います。で今これ茶色、焦げ茶と黒を混ぜた感じの色を塗ってるんですけど、これもですね、パキッと真っ黒とか真っ白とかそういう色を出したいときは絵の具をですね、選んでもいいと思います。ちょっと安すぎる絵の具だと濃度が薄くてですね、何回も何回も繰り返して上塗りしないといけなくなっちゃうので、それだとね、綺麗な線がスーッと描けないので、なるべく濃度の濃いもの、ちょっといいね絵の具、U35 とかゴールデンとかこの辺だったら間違いないと思います。この辺を使って描くと結構ね、パキッとした線が一発で描けたりします。ただアクリル絵の具、透明絵の具なので一発でねスッと描けるとって少ないです。でこういう時にアクリリックインクっていうのを使っていいとは思うんですけど、アクリリックインクはですね、その上にまた描こうと思うとその色がですね、こう溶けてきちゃうというか、混ざっちゃうんですよ水で。なのでもう最終的にもうこれ以上描かない、もうこれでこれ以上上に色を乗せないっていう時は描いていいと思うんですけど、ここからどんどんもっと上乗せして混ぜていきたい、周りの部分描いていきたいっていう時はあんまりおすすめしません。なので普通のアクリル絵の具で描ける方が一番無難かなっていう感じですね。なのでちょっと何回も何回も重ね塗りをするっていうことにも慣れておくといいと思います。はい、こんな感じですね。はい、でだいたいこの周りのところができてきました。このね、細い黒い線、ちょっとした、点みたいなものとか、もうほんと1ミリないぐらいの線でもあるとないとではね、だいぶ違ってくるので、確実にリアルにするにはですね、忠実に描いてください。はい、でここから中のダイヤモンド部分を描いていきます。このダイヤモンドとか宝石系はですね、このカットの感じでこう光具合が違うと思うんですけど、このね、今もうこの部分黒と白しか使ってないので、グレー黒白っていう感じですね。これでこのダイヤモンド感をね、出していかないといけません。もちろんなんかちょっとこう色がついて水色に見えたりピンクに見えたりっていうことあると思うんですけど、今私が、モデルにしているものがですね、そういう色はなくって、白と黒のみで表されているダイヤモンドなので、慎重にこう右左ってこう顔をねちょっと動かして見ながら、そのままのものを描いていきます。でこれもダイヤモンドも多分何回も何回も同じものを描いていれば見ずにね描けるようになるとも思うんですけど、ちょっとそこまで描いてないのでね、見ながら描いていってこんな感じに出来上がりました。どうでしょうか、皆さんもですね、ちょっとジュエリー結構描くの難しいですけど楽しいのでトライしてみてください。ということでまた次の動画で、バイバイ。